地域に新たな賑わいを生み出そうと、若林区の河原町商店街に新たな複合ビルが明後日オープンします。河原町商店街にあさってオープンするのは複合ビルのミナテラス河原町です。今日は一足早く1階に隣のビルから移転したスーパーが開業待ちわびた地元客らで賑わいました。2階には。 多目的スペースを設けていて展覧会や会議に使うことができます7日からは早速昭和展と題した展示が開かれますまた料理教室などに使えるキッチンスタジオも備えるほか美術教室も隣のミルから移転します昔の賑わいを何とかもう一度 取り戻そうということで、えー、今回いろいろ企画しまして今回この建物を建てさせていただきましたで地域の方々にはもう本当にあの気楽に立ち寄っていただいて愛される場所にしていきたいなって思っております複合ビルミナテラス河原町はあさって午前10時からオープン記念の式典を開くほか11時からはスパイス料理研究家のインド・カリーコさんらを招いたイベントが予定されています